はい、どうも、こんばんにちは。This is a pen です。左上の日付見えますでしょうか？はい。ですね、12月25日、0時32分なんですが、クリスマスです。そしてクリスマスに、降臨しています。サンタクロース降臨。今回はですね、去年もやった企画なんですが、サンタクロース降臨をとにかくボコしていきたいと思います。笑顔でね、やっていきましょう。はい。そしてね、ボコすパーティーなんですが、あえて光属性なんですが、先生があるんですよ。はい。なんでエースパーでいきたいと思います。いつも使ってる方ね。はい、最近のねエース、最近もね、前もね、エースは変わってません。そういえば今年賀状書いてるんですけど、皆さん年賀状書きましたでしょうか？僕は今途中なんですけど、年賀状今日までに出さないと元旦に届かないということでね、ちょっと急ぎ気味なんですけど、1枚30分ぐらいかかるんですよね。はい、挑戦。じゃあ、ここでね、だいぶ前、7×6 の降臨ダンジョンが来たときに、やばいぐらい。24ターンぐらい、イザナミがバインドされました。右側に画像貼っておきます。多分貼ってあります。はい。このフロアですね。まあ、今年はそんなのならないぞ、というところね、見せつけていきたいなと思います。はい。28倍、最高倍率です。ミスリット、リットにも容赦ないっていう、この反則感。2フロア目。キメラですね。キメラなんて知らねえし。BGM はいいんですけど、ほんと。あ、ちなみに僕今ね、稲妻イレブンの音楽聞いてます。聞いてみますか。聞こえましたでしょうか。まあそれは編集の時にわかるんですけど、これを聞きながらですね、いろいろ最近作業やってるんですよ。他の人には見えないように再生リストを作って、あ、斜め入るみたいな時間がなくて、あ、でも時間、それでやってるんですけどね。はい。やばいな。1年前の降臨だからな、なんだかんだ。あ、つぶらなき、そう、犬リオンもう1年以上前なんですね。ゲヒャハ。ちょっと、ね、倒しておかないとね、めんどくさいんで。パズル力も去年に比べてかなり上がってるんで、はい。なんで。はい。そしてね、偶然にも、ここにいるパーティーは去年のクリスマス以降に登場したモンスターだけで構成されていますから。ちょうど。ね。はい。なんで、ね。モンスターのインフレを見れるんじゃないかと思います。4倍。4倍かける2.25倍が入っています。ヒート。あ、燃えてますね。クリスマス。すごいね。はい。クリスマスになって、ついに劉備さんも本気を出しましたよね。こちらの方に。炎竜拳。昇竜拳みたいな雰囲気。はい。倒したでしょう。さよなら。あ、じゃあ、ちょっと待って、エンハンスたまんねえじゃん、これ、ボス。延長からのエンハンスで倒したかったんですけど、敵がちょっと雑魚すぎて、スキルダメができなかったっすね。で、一コンボの落ち込んが発生すればいけます。貯めます、スキルを。いけ。お、これは俺の戦いだ。そして、パズル&ドラゴンズワロス。いきます。闇から始めます。
操作時間が2倍になってます。まあのパズル&ドラゴンズワロスの能力で、ほんとね、パズル&ドラゴンズワロスは有能。これでいいでしょう。闇の街が入りました。落ち込んだし、どうせなら徹底的にボコしたかったですね。カイト、はいはい、余裕でした。ほんと超余裕ですね。これがインフレです。はい、これ7ターンなんで、スキルマン2体入れるとジングルベルシステムが完成します。性能は残念ですけど、はい、うん、はい、というわけでサンタクロース降臨を徹底的にボコせたでしょうという感じです。はい、皆さんもね、1年のインフレを感じながら今日のサンタクロース降臨楽しんでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。チャンネルと、まあ、エンディングがあるんで、そこら辺は。はい、と。バイバイ。次でこの動画を見たなら、ぜひぜひチャンネル登録お願いね。ダメ、ダメ、絶対行かないで。他の動画を見てくれよ、頼むから。マジでつまんねー、低評価ポチ、全然 OK、 正直な意見をお願いします。見てろ、我らが主役のドラマ、This is a pen 時代は明日がある。